2019年の国別一人当たり GDP ここで紹介した数値は各国の生活費の違いを考慮したものではなくその国の通貨の為替レートの変動により年によって大きく変動するこのような変動はその国の人口の生活水準にほとんど影響を与えないことが多いにもかかわらずある年から次の年にかけて国の順位を変化させるしたがって これらの数字は慎重に使用する必要がある。一人当たり GDP はその国の生活水準を示す指標としてよく考えられているが、一人当たり GDP は個人所得の指標ではないため、これは問題がある。また、国ごとの生活費の違いを調整するために、購買力陛下で国民所得を比較することもよく行われている。 各国の一人当たり実質 GDP リストを参照のこと。PPP では、為替レートの問題は大きく取り除かれているが、その他の問題は取り除かれていない。また、国際貿易における経済生産の価値を反映しておらず、一人当たり GDP よりも多くの推計を必要とする。全体的には、PPP での一人当たりの数値は、 名目 GDP の一人当たりの数値よりも幅が狭くなっている。非主権国家や国際的に認められていない国家は出典に登場する場合にはリストに含まれている。これらの経済はここのチャートではランク付けされていないが比較のために GDP 別に順にリストアップされている。また、非主権体はイタリック体で表記している。 アイルランドのような主要な一人あたり、名目 GDP 上位国の多くは、タックスヘイブンであることに注意する必要がある。それらの国の GDP データは、外国の多国籍企業のタックスプランニング活動によって大きく歪められている。これに対処するため、2017年にアイルランド中央銀行は、より適切な統計として、修正 GNI を作成し、 OECD と IMF はアイルランドのためにこれを採用した。すべてのデータは現在の米ドル建てである IMF のデータに基づく。IMF のデータがない場合は世界銀行のデータを使用。ありがとうございます。